神奈川県横須賀市にある三笠公園から臨時で出ていた観光船に乗り、海側からアメリカ海軍施設を見学しました。手前の低い建物は浄水施設です。奥の建物は米兵向けの高層住宅です。浄化施設の手前にはヘリポートと管制塔があります。左側の高い煙突は廃棄物処理工場の煙突です。右側の煙突は一般ゴミの焼却施設の煙突です。以前は、新名公園や JVC ケンウッドの工場などがある久里浜の一帯にあった米軍の CPC 倉庫で、ゴミが処理されていました。海上に長方体のブロックが点在しています。これは小事所と呼ばれる施設で、地磁気の影響や、接触による接触電気により強い磁性を帯びてしまった艦船の磁性を生じ装置を用い逆向きの磁気を当て生じします。日本では唯一の施設で、海上自衛隊とアメリカ海軍が共同使用しています。吾妻島の沿岸を赤い旗を掲げた船が航行しています。あれは YG206 と呼ばれる航空燃料を輸送する海上自衛隊の第一種支援船です。正面の島は吾妻島です。現在米海軍の吾妻倉庫地区に属しているため、一般人は原則立ち入ることができません。日米地位協定に基づき、海上自衛隊が一部を共同使用しています。この船はケミカルタンカーのサニークイーンです。ここ横須賀から横浜の鶴見や青森の三沢などに燃料油を輸送しています。これはオイルフェンスです。石油類などが水面上に漏洩、流出した場合に、その拡散を防止します。黄色いクレーンの左側にある白く細長いものは、ミサイルや魚雷などを格納する容器です。長浦湾の倉庫群です。戦時中は、砲弾や魚雷等の兵器類、軍艦で使う燃料、食料、被覆等の軍需物資が保管されていました。604は、海上自衛隊の掃海艇江ノ島。605は、同じく掃海艇の父島です。5004は、海上自衛隊の海洋観測艦、若狭です。主な任務は、海底地形や低質、磁気雑音などの対潜水艦船に影響を及ぼす自然環境のデータ化です。左側が海上自衛隊の掃海艦淡路、右側が海上自衛隊の掃海艦平戸です。掃海とは、
飛来浮石の恐れのある海域を捜索し、処分あるいは除去することを言います。ひとひと丸は、海上自衛隊の護衛艦高波。ひと号さんは、海上自衛隊の護衛艦夕霧です。夕霧の横に、給油船、YO40 が横付けされています。ひと号さんの護衛艦夕霧が給油しています。それでは、長浦港と横須賀本港を結ぶ荒井掘割水路を進んでいきます。正面は、吾妻島です。元は、三崎、箱崎半島でしたが、1889年、明治22年に、半島の根元部分に荒井掘割が開削されたことで、島となりました。吾妻島は、旧日本海軍時代に燃料、弾薬貯蔵所として利用されていました。戦後に吾妻島は接収され、アメリカ海軍施設となりました。現在は、航空燃料及び艦船燃料等を貯蔵している燃料タンクが、37基あり、貯油量は約 39.7 万キロリットルと言われています。これは、横須賀海軍施設が1年間に通常消費する燃料総等分だそうです。画面右側から、白いパイプや黒いパイプなどが見えてきました。これらのパイプには、燃料や水が流れています。傍らには、電線ケーブルも敷設されています。パイプや電線ケーブルは、一旦、海底を伝い、吾妻島と、水路を隔てた箱崎とを結んでいます。吾妻島の対岸の箱崎には、トラックステーションがあり、ここで、タンクローリーに、ジェット燃料を積み込み、神奈川県の厚木市にある米軍施設へ輸送します。その他にタンカー船でここ横須賀から八戸港へ輸送し、八戸の貯油施設から約 27km のパイプラインを利用し、米軍三沢基地へ送油されます。また、タンカー船で鶴見貯油施設へ輸送し、貨物列車などで横田飛行場へ輸送しています。旧日とは、特務艇橋立です。主な任務は、国内外の賓客を招いての式典や、諸外国の商工団等との会議や会食などの迎賓です。手前の艦船は、ひと丸ひとの高型護衛艦村雨です。前方には、62口径、76ミリ単装速射砲が1門、その後ろに、対潜水艦へ行きアスロックがあり、その他に、魚雷発射艦や、90式艦隊艦誘導弾などが装備されています。後部には、対戦車ヘリコプターを格納することができます。このように、村雨は、陸海空の敵に対応することができる、多目的護衛艦です。5003は、南極観測船の2代目しらせです。文部科学省国立極地研究所の南極地域観測隊の人員及び物資の輸送を行います。船内には、広めの食堂や理容室、医務室、自販機などがあります。こちらは海上自衛隊の潜水艦です。56は、
アメリカ海軍のイージスミサイル駆逐艦、ジョン・S・マケインです。防空戦闘を重視して開発された。艦載武器システム、イージスシステムを搭載しています。HQ は、アメリカ海軍のイージスミサイル駆逐艦、マスティンです。艦名は、多くの海軍軍人を輩出した、マスティン家にちなみます。四角い建物のような船は、YR-95 です。その手前には、見づらいですが、YR-96 が停泊しています。これらの船は、宿泊施設として使用されているそうです。ご視聴ありがとうございました。